はい、山の高安古墳群にやってきました。まず最初に服部川7号墳、これ行ってみましょうかね。7号墳でございます。高さが1メーターちょっとありますかね、1メーター10センチぐらい。今日はライトがあるんでね、ライトがあるから中見れます。1メーターちょっとしかないか。明るい元へ入るの初めてでございます。おお、結構大きいね。あれがね、奥の石が1段2段3段か。ちょっと特徴的やね。これもプラスで全部あるからやんなしやんのかね。高さが2メーター3、40かね、今立ってるとこから。天井石が1枚2枚やね。結構大きいの使ってるね。硬そうだよね、どう見ても。ちょっとね、持ち送りやけど、こっちの方の石がね、左側はちょっと手前に倒れてるかね。そんな感じかね。ちょっと危なそうやね。危なそうでございます、これは。こっちがね、左側はそうでもないんだけど、右側がかなりね、まあすぐ崩れそうじゃないけど、かなり大きいですよ。1段2段3段かな、大体3段ぐらいの感じかね。右の方も1段2段3段ぐらいの感じかね。これまたやり直しあります、食い直しありますかね。どうなんだろうね。八尾の、もう八尾の市役所行っていろいろ聞いた時にはね、空いとるやつ入ってもらってもいいけど、縄を張ってるやつ入らんでくれ言うてね、あそこの、ね、市役所の方におっしゃっておられたんやけどね。これが服部川7号墳でございましたか。7号墳、まあ縁墳でしょうけどね。上にちょっとあるから、あと一気に決めてみましょうか。せっかくやから。この上に一気当たるんだけど、見当たらんかね。ここもね、大きな古墳があるんだけどね。これは開口しないでやろうな。一遍中入ってみたんだけど、わからないんだね。入ったんやけど、上もだいぶいろいろうろうろしたけど、わからんだね。はい、これです。これも面白いでしたろ。上にはね、これ桜かね、すごいことになってるね。高さが1メーター12センチどこか。高さ2メーターちょっとやけどね。1段2段3段4段5段6段5、6段。まあ小さい。ね。服部が7号墳と比べるとね、石は小さいけど。ね、綺麗に踏んで、あ、ここないんだ。これ木、これ1個外れてる石が。その石はどこ行ったんだ。そこの石は見当たらんな、この辺には。1枚2枚かね。片袖でございますね。片袖ね、こんな機械もない時代やから手作業で大変でございます。これ作るのね、
もうね、下にももう行き抜きはなかったかね。この奥の方かな。もう踏切はわからないね。だいたい F やと思うけど。もうこれも石、大きい石使ってますね。あら、中になんだあれは。お、入れる。あら、これもちょっとね、プラスプラスか。おお、一番いいだ。3、4、5段。横も大体5段ぐらいか。ね、これ農機具、これ建設用のあれかね。あれやね、建設用の一輪車やね。一輪車が置き場になってますわ。おお。ちょっと横がね、これね、この石が。これ。この石。もう上がちょっと1個だけで当たっただけかね。危ないね。こっちが当たってるけどね。非常に危のございます、ここは。これどうやねこれ。ちょっと危ないね、これ。上がね、ちょっとね、挟んでるからな。まあ、なんとか持っとるんやろうけど。これはもう時間の問題で潰れるね。なかなか中は広くございました。はい、ありがとうございました。はい、ここにもう一機、最後や。これが入れるのはこの辺で、これが最後や。これは奥の方が開いてんだよね。何個か書いてないか分からへんけど。ああ、今ちょうど西日でちょうど見えるがね。あら、ここにも。これ上が開いとるかな、これ。高さ、2メーターが、3メーターないね。まあ、下がね、ちょっと埋まっとるから。奥の石がなくなっとるよね、これね。あら、もうひびが入ってますか。これもやっぱり積み直さんと危ないかな。ちょうど西日が入って、綺麗に奥まで見えますけど。手前が1メーター340でね、奥の方が2メーターちょっとしかないかな。まあまあ、奥が穴が開いてるので珍しいんですけどね。あー、なるほど、現在ここね。この山の上にいっぱいあんねえわ。こう、あ、入られんかったかい。これ入れないんかね、これ。入れるわね。入れましたからね、入ってみましょう。あ、このロープをしてあるとこが入らんでくれってことやな。はい、ちょっと覗いてみましょう。これが服部は12号本。入れたかね。よしよしよし。入れましたか。どうでしたか。わら、大きいね、これ、これ。これ、ちょっと、奥行き10メートルぐらいあるの。大きな石も使ってくれとるわね。これは入らんでくれ言われたかな。あ、ね、やめときますわ。これはね、ロープは、あれ、張ってられたら入れないことで。大きいわ。これ、入り口こんなんやけどね、大きいんですわ、これ。大きな石使ってくれてるやん。かさとでや、これ。かさとでございますね。はいはい。この上にもありますよ。これが13号本でございます。あら、これは見えへんか。
13号本見えないか。あら、何も見えないか。残念、潰れてますか。こちらの方にもね、古墳がいっぱい歩いて書いてあるんだけど、全然わからんね。あら、ゴミの山でございますか。あれ、ゴミかね。あれ、古墳かね。どうやろ、あれ。いや、前あんななかったな。ということは、あれはゴミやわ。まっすぐなんもなかったという記憶があるんで。まあ、何年か前の話やけど。ダメやね、こんだけゴミを掘られたらね。はい、ありがとうございました。高安古墳群でございました。